い、こんにちは、ニアでーす。ってことでね、ガンコーラの取らなきゃ後悔するキャラ、10選やっていこうと思いまーす。まずは既存キャラからね。既存キャラで、まず、取らなきゃやばいなってやつは、ガーッと飛ばしていって、どこだ？あった、式神ね。式神の、まずこのダークカラーがマジでやばいです。2ターンで両端闇生成だから、まあ、2体いたら、闇10個毎ターン作れるし、めちゃめちゃ強い。こいつはマジでめちゃめちゃ強いから、で、交換できるからね、まあ、これ交換で取っちゃったらいいかなと思います。続いて、で、こいつ後で出てくるんだけど、武器も強いです。武器はね、違う、あのサイトなので、あれの、後で見るんだけど、武器もめちゃ強い。で、続いて2体目。2体目はガーッと見ていって、どこやはい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 。あ、ラクシミーね。ラクシミーは、9ターン軽減で、武器がね、強いね。まあ、多分本体だと、距離の方が強いよ。距離の武器の方が、距離の方が本体は強いんだけど、武器が、これで、暗闇と、3つと、帯1つ。で、回復力持ってて、9ターン軽減だから、ワンチャンで6回でも持ってるから、ラクシミーの武器は、ワンチャンどっかで去る可能性があるから、強いです。続いて、3体目。3体目は、ガーッと見ていって、はい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 。あ、ベリアルね、ベリアルです。まあ、これ言わずと知れた最強キャラね。小学生にね、樹脂あって、プラスもあって、まあ、大体プラスで使うんだけど、まあ、これもまあ、言わずと知れた強キャラね。まあ、これは確定あるので、もう絶対買ってください。パズドラで一番、あれですね、した方がいい課金は、ベリアルの確定ガチャ買うこと。続いては、はい、4体目。4体目、パラディン、クルセイダーね。こいつね、武器が今まで強くて、武器がほら、あの、軽減ループのスキブ、チーム HP2 つの武器で強かったんだけど、でも、格闘技買おうと思ってる人も多いと思うんだけど、本体もね、属性吸収がついて、しかもね、スキルターンが一旦縮まって、無効貫通打てるんだったから、ハンス持ってなくて、ハンス難民だった人は、めちゃめちゃ本体も強いから、取った方がいい。私はね、2体目の確定を買おうと思ってます、これ。これ6回じゃも持ってるから、めちゃめちゃ強い。めっちゃハンスの代用になるし、ワンチャンハンスで刺さる時もあるから、こいつはめちゃめちゃ強いから、取るのおすすめです。続いて5体目。5体目、ゴーストリングです、こいつ。で、こいつね、まあ、本体のこいつも強いんだけど、こいつま、樹脂3つで、で、自身で自己注意波ついたから、多分裏勘は余裕でするよね。で、6解除で闇3個生成だから、もう画廊じゃなくていい時、画廊が画廊じゃなくていい時は、こいつの方が強いから、おすすめです。画廊の消せない回復とかいらなくて、ただの闇生成として画廊を使うときは6解除あって、副属性も乾燥できるゴーストリングの方が強いからおすすめです。で、これ何が違うかっていうと武器が強くて、これがね、50% 以上強化武器2つなのね。だから、唯一無二で、フェイタンがこの前 50% 以下2つでめちゃめちゃみんな取りに行ったと思うんだけど、それの 50% 以上バージョンだから、これはぜひとも確保しておきたいって感じのキャラです。って感じです。はい。俺は別に入れてないけど、闇リーチの武器も強いね。で、続いて新キャラたちね。新キャラたちです。はい。新キャラね。まずはクリエイター。こいつは確定ガチャです。アルケミニスト。こいつは、別に、本体はそんな強くないからいいんだけど、メリウムの、なんか劣化バージョンみたいなのが本体で、まあ、武器がね、一応スキブとサンターヘイストで、で、指持ってるから、まあ、76とかでサンターヘイストするときは、指とかあると嬉しいから、まあ、取っといたら嬉しいかなって感じ。まあ、確定ガチャだから、まあ、買う人多いと思うんだけど。無理に公開しなくてもいいけど、まあ、取っときたいから、まあ、公開しそうだからという意味で、毎日入れておきます。続いて、こいつは飛びます。アリスね、これもめっちゃ強い。7C、10C で、ここで、あれね、超覚醒にも樹脂持ってるんだけど、スキブも持ってるから、まあ、どっちかつけると思うんだけど、あれで、これ、消せない回復と覚醒無効7ターン回復して、で、回復力 1.5 倍で、ダメージ軽減ね。だから、水パのサブでめっちゃ有用だから、取っといた方がいいと思うね。基本的に、覚醒無効のキャラって難民出がちだから、ベリアルとか、あとは、フェゴランとか、アララギとか、ベリアルとか、まあ、いっぱいいるんだけど、アリナとかね、ネズコとか、めっちゃいるんだけど、難民出るキャラ。まあ、そういうキャラで苦しい思いしたことがある人は、こいつは持っときたいなってキャラの一体ですね。まあ、スキブが強いのがね、難点なんだけど、まあ、一応スキブにあるから、強いです。続いてが、こちらですね。なんか謎の、なんか、スターウォーズのキャラみたいなやつ。こいつは、まず、進化前のやつが、サフィーラで強くて、ウェアハース持ってて、無効貫通3つ持ってて、まあ、またね、スキブはないんだけど、まあ、枝豆持ってて、まあ、聴覚性でスキブと十字持ってるのね。まあ、6解除で1ターンのスキルだから、まあ、1ターンのスキルって裏付けあるから強いよね、基本的にって感じです。
で、進化後は、今度はデートランで使えるサブになって、落ちこなしして、覚醒無効解除して、で、回復力エンハンス。で、4ターンなのね。で、ウェイ持ってるから、消せない回復もできて、って感じで、で、10C でしょ？で、またこいつもスキバ持ってないんだけど、超覚醒にスキブと 10C あるから、これ強いよな。これもまた強いです。あの、デートランで。で、守っといたら、まあ、なんか、損はしないかなって、困らないかなと思います。続いてが、こいつね。まあ、こいつが圧倒的にやばいキャラだと思ってます。私的に。まずこいつね。これはまあ普通に代用となるぐらいなんだけど、あの、ダースベイダー持ってない人の代用になるかなと思ってて、スキブがね、ここに2個あって、で、7C もあって、で、封印2個は持ってるから、闇属性封印足りなくなったりするからよく。だから結構ありかなと思います、これ。はい。で、まあこれはまあでもダースベイダーの代用って感じで、これが絶対スタメンになることないんだけど、次のやつがマジで強い。マジでぶっ壊れて強い、これ。こいつです。こいつのスキル見てほしいんだけど、消せない回復して、回復 1.5 倍で、闇属性2倍で、覚醒無効全回復っていう、めちゃめちゃ強いスキル持ってて、でね、超覚醒にウェハース持ってんのね。ウェハース持ってるから、火力もめっちゃ出んの。で、名前もちゃんと持ってて、指も2秒持ってんのね。で、闇だから、80億余裕で出せるし、スキルが覚醒無効消せない回復するし、エンハンスも回復力も返すから、こう、マジでめっちゃ強い。稲徳川でめっちゃ強い。稲徳川持ってない人とか組めない人は関係ないんだけど、あの、マジで環境を壊すレベルだと思う、これは。本当に。闇パだったら絶対、闇パーチャーちゃん、闇の列、超つなげパだったらスターメンになると思います。確実に。で、多分、稲徳川が今も多次元最適性感出てるから、完全に稲徳川が環境持ってくんじゃないかな、とも思います。はい、続いて。あ、他職が有利のダンジョンは別ね。で、あとはバーって飛んで、で、さっき話した、あ、ライダーの武器もちなみに強いですね。これ11体のダメージ吸収で、たこ焼きとキラーついてるから、で、毒も持ってるから、これも強いです。で、式神の武器がね、これまた強いんで、たこ焼きと50倍かね。で、HP が1になって、両端生成か。これ2ターンね、これ2ターン。2ターンでこのスキルだから、本体もバカ強かったけど、武器もめっちゃ強いから、式神はね、まあ、複数体取っといたらいいかなと思います。まあ、交換するのは最終日でもいいから、多分、最終部の頃にはね、たくさん周回編成とかも出てるだろうから、いろんな編成の。極連とかもそうだし。まあ、それに合わせて、あの、必要な、自分が必要だと思う加工数を取っとくといいと思います。私は、多分4とか持ってて多分4でいいかなと思ってる。さあ、以上かな？とりあえずこれで、あとこれだ！最後、サリーね。これはランダーする人しか関係ないんだけど、スキブとたこ焼き2個で、しかも2ターン兵士と持ってるから、5条杯とかで、5条に対して兵士として、で、5条ループするってことができるから、これはランダンする人はめっちゃ強いです。ってことでね、以上、10選でした。参考になったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。ちなみにね、細かい、解説はね、配信でやってるので、そっちも見てみてください。概要欄にちょろっと載せておきます。じゃあねー、バイバーイ。